深い水の底は空に似ている。光さす水のきらめきはまるで花びらが舞い踊るよう。美しくてどこか物悲しくて。ルーナと呼ばれた気がした。大好きな人に。会いたいと願い続けていたからだろうか。その人の顔が揺らめく水の向こうに浮かんでいる。 その口元がルーナと動く。眉根を寄せて叫んでいる。今にも泣き出しそうな顔は大人になった今も変わっていない。十二年前、出会ったばかりの頃と少しも。必死に手を伸ばすその姿。変わっていない、これも。十二年前のあの日。 故郷テネブライでの出来事。ニフルハイム帝国の兵士たちがフェネスタラ宮殿を襲った。あまりにも突然だった。手を引かれて走った。逃げなければ殺される。自分がではない。自分自身よりも大切な人、ノクティス王子が。当時はまだカンナギの任についていなかったとはいえ、 己に課せられた定めは理解していた。王を、いずれ王となる人を支える、この身を投げ打ってでも、それが、神に与えられた使命だと。私を連れていては逃げきれない。でも、私さえいなければ、ノクティス様お一人なら、陛下は必ず逃げ延びてくださる。だから、自ら手を離した。 怖くはなかったただこれきり会えないかもしれないと思うと悲しかったえでもノクティス様が生きてくださるならルーナと叫ぶ声が力の限りに差し伸べられた手が遠ざかっていくのを見送ったその姿その声を忘れたくなくてまっすぐに顔を上げていた 帝国兵に取り囲まれてもその場を動かなかったまぶたに焼きついた幼い姿と大人になった顔とが重なるお別れですノクティス様けれどもなぜだか今の方が悲しい身を切られるようにつらいあの日よりも年を重ねているのにもう大人なのに 正式なカンなぎとなって久しいというのに。なぜだろう。あどけない子供のように泣いてしまいたい。いいえ。いいえ、そんなことはしない。笑っている顔を覚えていてほしいから。精一杯微笑んで、静かに手を伸ばす。いつの間にか、 青いい花を手にしていた。大好きだったジールの花この花をあなたにきっとこれが最後だからこれからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りしますさようならノクティス様あの日よりもゆっくりと 差し伸べあった手と手が離れていく。ここが水の中でよかったと思う。水の中なら涙を流してもわからない。沈む。光すら届かない深い水の底へ。遠くへ。ああ。もう声を上げて泣いても大丈夫。ノクティス様には聞こえない。 泣かないで。優しい声がした。幼い頃からいつもそばにいてくれたゲンティアナの声が。少し、お眠りなさい。両のまぶたをなでる手。怖い夢を見て深夜に目を覚ますと、こうしてゲンティアナが寝かしつけてくれた。お兄様もお母様もぐっすり眠っているのに、ゲンティアナだけが気づいてくれるのが不思議でたまらなかった。 悲しみは変わらずにあったけれども、心細さや不安は跡形もなく消えていた。ゲンティアナの優しい手に安らぎを覚えながら、眠りに身を任せる。不思議な眠りだった。まどろみと呼んだ方が近いかもしれない。夢とうつつの狭間は、ひたすらに温かい。形ある思考が消えて、 時間の感覚も失せて、ぼんやりとしたぬくもりだけがある。どれくらいそうしていたのだろう。突然、体が浮上した。これまでとは明らかに異なる感触に戸惑う。それは、目覚めに似ていた。いや、目覚めだった。 はっきりとした重さを感じるまぶたをこじ開けると痛みと刺激が眼球を襲った呼吸をしようと開いた口から嫌な味が流れ込んでくる水の中だとっさに手をつく幸いにも深さのある水ではなかったむせ返りながらルナフレーナは状態を起こしたどうやら決して清潔とは言い難い水だったらしい両の目に ひどい異物感がまばた瞬きをするたびに涙がボロボロとこぼれたここはいや感動。